ひやちゃん、最近ベア下痢気味なんだけど。俺と一緒じゃん。せーの、下町上町中町でーす。始まりましたーってことで、今日は何ですか。今日は缶詰食べ放題。おい、盛り上がれ。ということで、拍手だけじゃなく声で盛り上がれ。もう一回、缶詰食べ放題。いやいや、わー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 ってことで。ダメダメダメ、棒読みすぎ。缶詰食べ放題。やったー。やったー。ダメダメダメ、キモい。缶詰食べ放題。よっしゃ、やったー、やったー。めっちゃいいそれ。はい、ということでロフトで缶詰めちゃめちゃ買って、これを食べてきます。でもこれだけじゃきついんで、大大盛りのご飯をそれで食べきります。ご飯1キロって言わないの。ご飯1キロです。だから缶詰を使ってご飯1キロ食べようって企画です、はい、もちろん2人じゃありません、はい、助っ人外国人のピグモン選手ももちろんいるので、3人で今回も完食していければなと思います。中町兄弟、今ピグモンがご飯を温めてくれてるから、その間に缶詰の紹介をしていこうと思います。はい、じゃあまずこっちから。はい、たくあん、ぶり大根、燻製とろ酒ハラブス。これ早く言ってみ。燻製とろ酒ハラス。何言えますけど、もう一回言って。燻製とろ酒ハラス。じゃあ燻製とろ酒にしてみて。燻製とろ酒ハラス。言えます。すいません、癖強すぎてすいませんということでーす。で、次、茶碗蒸し。これね、誰入れたと思う。あやでしょ。違う、外国人。あ、助っ人外国人の方。外国人。茶碗蒸し大丈夫。覚えてんだ、誰か入れたか。次、おでん。おでんはさすがに温めるんじゃないの。絶対温めてもいいと思うよ、別に。いいんだって、やっぱ温めても。まあ、温める、温めると一層美味しく召し上がります。温めると。助っ人外国人もう一人いるよ。温めるよ。じゃあ温めるか、それは。おでんは温めるか。で、次、ピグモンの大好き、だし巻き卵。結構ピグモンのだな。次、牛すき焼き風。それ僕がですね、はい、大好きです、はい、次、宮崎県産霧島黒豚角煮豚肉味付け。次、唐揚げで、次、焼き鳥ね。次、つぶ貝、これ順平入れてた、はい、で、ハンバーグ、これあや入れてた。次、ホタテ、これも順平入れてた。はい、これ牛タン、これあや。違う、ピグモン。あ次、牛タン焼き。ということで、こんだけあったらご飯1キロ食べれるんじゃないのって。確かに、それはそう。感じで、まあ普段僕たちあんまり大食いとか食べないじゃないですか、はい、じゃあ食べれないじゃないですか、はい、今回食べれます。今回食べます。しかもお腹空いてる。ほんとに空いてます。空いてる。あ、ご飯の用意ができたようで。食べきれちゃうよ、これ嘘。え、嘘嘘。これで1キロ超えてる。これで1キロ超え。マジか、意外とだな。ただの食事だな、ほんとに。でもあやはいけないよ、まあやはいけないけど、3人ってなったらいけるね。いけちゃうから、まあトークを面白くすればいいんじゃね。うん、いつもの通りじゃん、うん、中町でやす。また今日もパジャマでさ、撮影してるわ。っていうか、ほぼ YouTube さんのパジャマだわ、あや。ごめんなさいね、YouTube であやのパジャマなんですけど、インスタではバチバチに決めて、はい、てるんで、ぜひインスタのフォローお願いします。お願いします。うまっ、流し方うまい、インスタに。わーい、美味しそう。じゃあいただきます、飲んだ早く。はい、あと水取ってきて。わかったんですよ、すぐ。もう言われる前に取ってます。じゃあ缶詰なんで、もうつめつめの、めっちゃ冷た、いただきます、します。いただきます。いただきます。じゃあ好きなものから。あ、米から食うの。全部うまそうだけど、俺ホタテいこうかな。ホタテいきます。ホタテ美味しい。あ、ホタテうまい。ね、ホタテうまいよね。ハンバーグ優勝。ハンバーグ優勝だって。食べます。これうますぎるわ。ハンバーグガチ、普通にハンバーグだわ。うまい。これは油がすごい。一杯完食。私も完食。やばい、俺食べるんだよ、これ。なんでだろう、腹がいっぱい。これ腹壊してるんだ。やばい、水も飲みすぎだよ。二人とも今日水止めて。水じゃなくて米で流して。私は水飲んでも米食えるから。水も動画撮って十何分でもうこれしかないからね、俺とピグモンで。ピグモンもめっちゃ水飲むじゃん、うん、俺もめちゃめちゃ水飲む人だから。あやも異常に飲むよ。まあね、お前もこれ飲んでるし、うん、普通にさ、ご飯とか出かけてもさ、水でいいもんね。ちょっと考えてウーロン茶とかにするけど。てか俺は水、いつも出かけて焼肉屋とか行っても、あ、僕水でっていうね。え、なんか気まずくない、水でっていうの。いや、歯が一番健康に保たれるじゃん。最近もう歯白くするために俺本当に食べてない。いいって言って白。あ、聞いて、あやね、マウスピース矯正始めることに。嘘でしょ。マジ俺にもちょうだいそれ。え、ガチでガチで。今度カウンセリング行ってくる。え、それは案件。案件じゃない、普通に。普通に、いくら。知らん、値段聞いてないもん。おー、こいつ値段見ないタイプです。買い物の時。え、だから俺も始めたいのよ。え、一緒にやる。え、マジでやりたい。てかさ、ここ、ここから、ここ、うん、ここ、うん、
この段差、うん、これが離れる変わってきちゃった。え、ほんとだ。前はこうだったんだけど、こうなっちゃった。やばガチやばいね。てかあゆで出っ歯だね。うん、こうなってんじゃん。ほぼこう俺前はほぼこうなんだよね。ほぼこうじゃん。ガチやばい。だってさ、もうさ、こう横向いたらさ、カタカナのとだよ。カタカナのとこうで、こうで、こうで、歯がこう、こう。そう、離れはね、いいと思うんだけどね。横から見るとね。え、一緒に行く？マジで行きたいです。12日の夜18時から予約してんだけど。12日の夜18時。うん、あー、予定あるわ。予定あるわ、ごめん。な、な、何やんの？え、何やんの？なんか、覚えてないんだけど、銀太くんって入ってる。覚えてないんだけど、銀太くんいいじゃん、別にそれ終わってからでいいじゃん。あ、でも確かに確かに確かに、すぐ終わるんだから。本当に行こうかな。え、いくらってさ、わかんない。もうこれで100万とか無理だわ。ちゃちゃちゃ、無料にしてもらおうよ。ねえ、マウスピース無料にしてくれたら動画でずっと言うのに。ね、ね、なんかどっかいないかな、企業。ね、でもそこ結構有名人行ってるから。えワンちゃん。ねえ、俺らって有名かな、でも大丈夫かな。でもうちらまだまだじゃない。まだまだだな。まだだって100万人いってないし、うん、正直。まあだってインスタ66万しかいないもんね、うん、まあまあまあ、それだったらダメか。インスタのストーリーで毎日載っけるのにダメか、うん、インスタのストーリーとか閲覧40万人ぐらいかな。40万だ。でも少ないか、うん、少ないよね。それ毎日マウスピース載っけてもまあ元取れないよね、うん、あっちの企業も。うん、うん、うん、しかも多分これ12日とか言ってるけど、それ以降だから1ヶ月後とかになってくる。待って、いくらか調べてみていい？あ、本当に調べて。ダン、やべ、食べれない、どうしよう。なんか、そそられないよね、おかずが。わかる。ふりかけ食べたい。ね、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 めっちゃね、言うね、めっちゃね、言うちょっと、のりさん、ね、7ヶ月間契約で35万だって。え、安くね？どうなの？わかんないけど。月額5000円、84回払いで。84回払い。ちょっとふりかけ持ってきます。ねえ、米がさ、米がさ、どうしたの？これ、やりきれてないよね。え、のりたまどこにあるの？ん？なんか、お餅になってない？おーい、ちょっと早く、俺、画角戻りたいから。教えて、おかしいから。のりたまどこにあったか覚えてないよ。だって俺、絶対買ったもん、あの、そうめん1キロの時。ねえ。じゃあここで私の最近の嬉しかったことを話そうかな。おお、俺がいる時にやれ。なになに？最近嬉しかったことはですね、見つけた。やっぱ後で話そう。もうなんでだよ、なんで動画外でのりたま。ねえ、もうお腹いっぱい。わかる、頑張ろう。ほんとにおでんのさ、この汁の匂い嗅いでほしい。ベアのおしっこの匂いする。え、そういうこと言わないでよ。わかる。もしかしたら私の手についてるベアの仕事。多分それ。でも最近じゃあ俺の嬉しかったこと。ある駅で、まあ俺が待ってたね。そしたらある女の子が、もうみたいになってて、うわ、これ俺絶対俺に気づいてくれたんだろうな、みたいな。俺もイヤホンしてるからさ、視界には入ってるけど、え、どうしようみたいな。声かけづらいんだろうな、みたいな。で、ちょっと見たらチラッて、そしたら。ってなって、そのまま泣いてくれた子いたね。崩れて。全部動画見てます、全部動画見てます、私あやちゃんより JP 君の方が好きです。見てますか。人生で初めてじゃない、そんなことやったの。まあ、初めてじゃないよ、割とあるけど最近は。でも泣かれたのは、それこそタンタンやないかが流行った時に、5歳の男の子が俺のこと大好きで、5歳の男の子が泣きながら写真撮ってくださいって言われた以来、ね、かわいい。超かわいいよね、超かわいいよね。その動画あるかな。あったらどうぞ、なかったらごめんなさい。なかったら仲間兄弟で、あったら動画。動画、それではどうぞ。こんな熱烈なファンがいたんだよ、お前。タンタン見たいよね、タンタン見たいよね、タンタン見たいよね。タンタン見たいよね。タンタン、俺も見たい。好きなことやってもらいな、全部やるから今日は、君のために。全部やるから君の。中町です。最近お母さん多分ね、俺らの動画見始めてね。うん、見てると思う。だって那須川天心のやつとかも言われたもん、うん、言われた、うん、あと一個本当にお母さんからこんなお願い初めてじゃないのみたいな、うん、されたのが順平みたいな。お父さんが本当に雷神見に行きたいんだってみたいな。おー、那須川天心くんと動画撮ってたじゃんみたいな、うん、本当にお父さんお願いできないかなって。本当に女なんか旦那を幸せにしたい女の感じでお願いしてたマジか、叶えてあげてえなみたいな、うん、え、てか見に行ったの？天心のライン持ってたっけ？持ってた。やべえ、EXIT の凛太郎さんと兼近さんと那須川天心のラインも持ってるわ。だるっ。そう。
でもそれ言われたか前もお父さんに。嘘。来週あやも見に行きたいんだよねって思ってさ、本当に見に行きたい、頼んでよって。お父さんは本当に多分本当に見に行きたいよね。本当に見に行きたいんだと思う。テレビでいつも見てるし、うん、でもさ一緒に見に行ったらさお父さんの顔バレしそうじゃない。だからお父さんじゃなくてもうマネージャーみたいな。お父さんスーツ着させてきたよ。企業の方みたいな、クライアントの方みたいな。一番変装させようよ。顔にすぎじゃない。ビルモンとお父さんが夫婦みたいな。で、子供みたいな。雷神だと、俺知り合い、天心くん以外にもいるのよ。白鳥大樹くん、あのイケメン、うん、白鳥大樹くんとか超好きなんじゃない？え、見たことある顔、うん、見たことないやもう。え、マジイケメンだよ。やだ、好きになっちゃう、どうしよう。え、本当にかっこいいよ。てか生、かっこいい。うるさ。かっこいい。え、大好きなんだけど、え、付き合ってくださいって言っててほしい。え、自分で言って。かっこいい。え、普通に付き合ってくださいって言う自分。パンツカルバンくらい。ガチかっこいいんだけど。生の方がかっこいいかも。で、身長も俺ぐらいだし。彼女は？彼女は、わかんないね。彼女は知らない。絶対もういるじゃん、誰。でもいそう、いそう。じゃあどういう人がタイプかだけ聞いといてほしい。うん、でもお前ではないよ。本当にいい人なの。超優しい。で、超クール。なんか、こいつめっちゃイケメンでしょ、先輩とか言われて。いやぐらいの人。あー、どうしよう、ほんと、あっちいっす。一回さ、そう、腹筋をこう、なぞりたいよね。こう、一個いや、一回乳首触った。一回乳首攻め。一回乳首攻めしたい。いい乳首。いい体。いい乳首は違うの。じゃあまあ、今俺らが見てる写真、こちらです。せーの、どうぞ。中町兄弟。昨日、イケメン集団が目の前にいたの。マンションの？マンションの、うん、で、みんなで筋トレしてんの。うん、それはイケメンだわ。上だね。で、それをまじまじと見つめる。そう、やばい、右端じゃない、右端じゃないって。しかも、ジンタのお母さんの家はんちゃんの前に住んでる人、うん、イケメンなの、うん、そうなんだ。うん、分かった。ねえ、おしっこ行きたい。いいよ。え、ビグモンの笑ってはいけないとか超強いっしょ。全員笑うし。笑うかも。うんこしてた。ビグモンって本当におもろいのよ。よく吸えんね。吸った今。はい。もう無理なんだけど。だって血つながってるもん。うん、ごめんな。いいよ。中町兄弟。僕たち目がめちゃめちゃ悪いの。本当に、まあもう分かると思うけど、二人とも悪いのよ。で、もう本当にあの目の手術をします。まだ直近じゃないけど、しますんで。絶対したいっていう。絶対したいです。え、でも勇気出てる？出てないよ。出たよね、あやも。しかも高いから、なんか無料になったりしないから。案件来ない。なんか俺結構目が悪いキャラでやってるから、俺を目良くしたすることによって結構企業さんもちょっと、まあなんか、JP、メガネなくなっちゃうの？うんうん、メガネは絶対します。絶対だって目。いろんなメガネをかけたい、俺は。この度数が強いせいで、サングラスもかけれないし、いろんなメガネの幅が狭まってんの。で、度数のメガネはさ、何種類も持ってるのおかしいじゃん。うん、だから、だって目でいきたい。じゃあさ、目悪くてさ、うざいあるある話そうや。いいよ。困ったことあるある。困ったことあるある。イェーイ。ピグモン目悪い？悪い。どれぐらい悪い？めっちゃ悪い。でも、あんま歪んでなくない？だってそれ、どう入ってないの？あ、どう入ってないの、それ。コンタクトか。コンタクトもしてない。え？並んで目悪い。全力で生きてる感じ系か。ただの目悪い人ね。そう。まあ頑張っちゃってます。頑張れないよね。これ頑張れないレベルだから。あ、もう頑張れないレベル。普通に人殺すレベル。運転してた。あ、もう全然殺すね。全然殺すよね。すぐ殺す。あとはあれじゃない、寝てる時に好きな人の顔が見えないとか。うん、それはね、うん、最悪。うん、マジ最悪。本当に見えない。本当に見えない。本当に見えないよね。あれやばいよね。あと夜寝るとき、普通寝るってテレビとかでこうやって見たいじゃん。で、こうなるから頭とかこうやって。それはめっちゃわかる。わかる。メガネ浮かしみたいな。わかる。めっちゃわかる。超わかる。それがマジだるい。わかる、だるい。普通に横になれないんだよ。そうそうそう、メガネがこうなっちゃうから。だからここちょっとこうやるんだよ。そうそうそう。か、もうこっちだね、もう立て。もう横無理だから立ててこうっていうスタイルだよね、マジで。あ、じゃあちょっと今ズボン見えちゃった、俺。さっきちょっと汚な足。足きなんか足なんか恥ずかしいか。中町兄弟ということで、食べ終わりました。終わった。本当にみんな食べたよ。米も一つ余裕だったね。なんならまだ食べれる。米も一つも残ってません。はい、ほらないね。
食べてますないですって言いながらちっちゃいパタ2粒ぐらい食べてますないですはい、ということで缶詰を食べてみたんですけど、缶詰はね、やっぱりね、缶詰だなって感じだったね。うん、非常食、美味しいそうって買わない方がいいかもしれない、はい、もしかしたらもうこんなこと言っちゃうと二度と缶詰の案件来ないと思うんですけど、はい、案件の時は美味しいって言って食べます。はい、ということでこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、無断転載お願いしまーす。じゃあねー。みんな気づいたかな、今日俺久しぶりに髪の毛セットしてんだよね。でもセットしてないように見えた。そう、セットしてないな。てかさ、あのさ、スタイリストさんにやられてからちょっと真似してるっしょ。そう、そう、なんかこの前、ね、案件で、そのいいスタイリストなんだよね、あれ。あれ、有名な人、有名なスタイリストさんに髪の毛やってもらって、その、流してたのよ、こうやって、うん、で、それがめちゃめちゃ良くて、本当に。だけど、自分でやったらダメだったね。やっぱ頭四角くなるだけ悲しいわ。はい、じゃあねー。よいしょ。